はい、どうも、はじめまして。また、はじめまして。他の動画をご覧くださってる方は、今回は、コールビリティアドバンスドウォーフェアチームでスマッチプレイしてまいります。ネゴです。ステージがテラスでチームです。マッチです。はい。というわけで、今回のお題と言いますか。タイマンで打ち合いに勝つために必勝カスタムと称しました。こちら。まあ、武器はインファニティ。で、パークをね、タフネスつけてあります、今回は。私はあんまり好きないんですよね、他のパークだと。だから、これは確実に内側にカスタム、タイマン用カスタムと称して持ってきております。下にいたね、一人。壁抜きで死なない。あ、やば。おい、カプツ。はい、帰ってくる。入ってくんなよ。さて、二人目の場面で、お気づきになられた方と、思いますが、まあ、タフネスないと、通常撃たれるとブレます。まあ、その当たり前ですね。タフネスがあることによって、窮地でも狙いをつけていく。それを目的としたカスタムでございます。後ろで落としてる、ね。ほら、来た。ちょっと必要だったかな。というわけで、タイマン必勝カスタム。ほら、今のような場面でも、撃たれてても勝てる。ちなみに、インファニティのお金もちょっとあります。この子、レートアップし、パブラ自体がレートアップ、3発目までレートアップしてるのと、まあ、ダメージアップしてるっていうのが、主な理由ですかね。で、パブラなんですけど、基本的に、グリップあった方がいいです。本当に、ビビたる変化なんですけども、グリップつけることによって、ブレがなくなります、多少。に、さらに、タフネスつけることによって、あ、はまった。まあ、無類の打ち勝ちへの強さを、出しております。お、味方が、はい、ユーエビ。なに、どっちにやられた。え、そっちにやられた。当たってませんね、そもそも。何も変わらずラグイ。ここら辺についてはね、動画のここではね、もう目つぶることにしました。もう、それ言ってたら、切りないんで。当てた。よ。ナイス。はい、後ろから来たやつはやる。中にいるよ。ナイス。ごめんね、どうして。来る？来ない？こっち？あ、ちなみに UAV は透ける UAV なんで、カウンター UAV なんか意味がない。そっちから来るね。ごめん、奪った。ってなるとこっち側が怖いね。お、ナイスー。こっちから出てくるはずなんだ。ほらな。はい、一人。おおお、びっくりした。今のように撃たれても勝てる。まあ、本来このカスタム、キルストリックも結構入れてあるからね、ハードラインの方がいいんじゃないですかと思われるかもしれませんが、まあ結局1デス分だから、100点減った程度だからね、そんな関係はないよ。最近それは私も思い始めました。まあ地道に、一つずつ打ち勝っていって、こその、
戦闘ですから。はい、こんにちは。こっち見てるか、やっぱ。終了。いや、来るの、下。見えたな、これ。で、まだこのタイミングあったら来てないはず。いや、ちょっと何？Enemy UAV online。一応判定あるんだ、だって逃げられた。黒人はあった。We've lost the lead。 We lost the lead？ No！ ん？後ろ。誰かやれるかい？3点ばっか。ちょっと食い気味でもいかなきゃまずいよ。XMG はお帰り。まだいる。ん？あれ？後ろか。そっちは見ててくれると思ったんだけど、やられたか。あれ、敵かよ。ちょっと、怖い。いやー、無理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 。2対1は無理。あと5点よーん。真ん中入る。やべ。あ、ちょっと待って。これ。カメか、お前は。ライフル。あ、16だ。白っぽくないんだよな。はい、というわけで勝ち。危なかったね。はい、というわけで今回お題、タイマンで打ち勝てるカスタムということで、こちら、まあインファニティっていうかハブラ自体にグリップつけるとまあブレがなくなります。さらにタフネスあることによって打ち合いになっても勝てるというこのカスタム。まあ皆さんも怠慢でブレが気になるんでしたら一度タフネスを使用してみてはいかがでしょうか。勝てますよ。勝てますよって上から目線だけど、まあ何回か負けたけどね。はい、というわけで今回は怠慢に打ち勝つカスタムでチームデスマッチこれで終了いたします。それでは、また。